南南地域のお店をご紹介する店番。今回はダイビングショップに併設してカフェを構えるお店、ブルーマリンにやってきました。ブルーマリンは越前町クリアの長洲浜海水浴場が目の前に広がる日本海に面したお店。6月から10月まではダイビングをメインに、ランチは予約制。それ以外のシーズンはランチとカフェのお店として営業しています。ブルーマリンの周辺は海岸沿いに数多くのダイビングスポットが点在。さまざまな地形の中で魚の回遊や色鮮やかなウミウシなど海中の世界を気軽に楽しむことができるとあって、シーズンには県内外からたくさんのダイバーが集まります。ブルーマリンでは前日までの予約でダイビング機材の貸し出し、インストラクターによるレクチャーや同行案内などをお願いすることができますよ。そんな人気のダイビングショップブルーマリンに併設されたランチとカフェのスペース、ダイバーを中心に密かに人気を博しています。自然海岸の、まあ、取れたての魚介類、まあ、なるべく地場産の野菜を使うようにした定食や弁当をお出ししています。底引き網漁の、まあ、期間は大黒丸っていう底引き船の方から直に仕入れてるんですけど、まあ、冬の間は越前ガニで、アンコウやタイ、越前赤ガレなどを、まあ、買ってます。ダイバー以外の一般の方も、まあ、海水浴の際にこの海が天日一望できる当店にぜひお越しください。それではブルーマリンのランチメニューをチェック。こちらはダイバーにも評判の日替わり手打ちそば定食。越前で採れた魚介類をふんだんに使った贅沢な定食です。この手打ちそば、なんとブルーマリンの社長自らがその日の朝に手打ちするという気合の入りよう。丁寧に打たれる二八そば、そのお味は？お蕎麦屋さんみたいな手打ちそば。お蕎麦の風味とカツオと出汁の香りでとっても美味しい。つるっとしてるので暑い夏にぴったりだと思います。では赤イカいただきます。うん、なんか海の香りがして美味しい。なんか小さいイカなのですごい食べやすいです。カレーもいただきます。うん、ソースとか何もつけなくてもすごい美味しい。新鮮だからかすごい身も締まってる感じがします。続いてカフェメニューの中から引き立てコーヒー。その場で豆を引き、ハンドドリップで丁寧に入れた引き立ての一杯をいただきました。まろやかです。苦味もそんなに強いわけではないので飲みやすい。美味しい。この他ブルーマリンではお持ち帰りできるお弁当も注文可能。越前の魚介類と野菜で彩られたお惣菜たちは食欲をそそりますね。海のレジャーのお供にいかが？ゆうのここに注目。ブルーマリンの社長の手打ちそばや引き立てコーヒーに使われているのは越前市白山地区の山あいの湧き水、寺ヶ生水。白山の美味しいお米を作る名水がお蕎麦やコーヒーの美味しさを引き立てていたんですね。お店のこだわりをぜひ味わってください。ランチにカフェにダイビング、一年中楽しめるお店です。ぜひお気軽にお電話ください。待ってます。待ってます。